大和を追い込んだ。カーブが決まりました。今のボールのことを言ってますよね、ちょっとコースとしては甘いかもしれませんが、大和の中には目先を完全に変えられた感じがありましたね。今のはインコースから入るんでね、ゴメスを追い込んだ。ランナーがスタート、しかしカーブで空振りです。川上、課題のカーブに。ああ、スイングアウトの三振。なんか抜けたようなボールでしたね、今。助かりましたね。投げ損なったんですかね。ああ、カットボールですね。いや、投げ損なったんですね。カットボールも投げ損なったと思い出せば、あそこからですからね。見逃しの三振です。川上、嫌なフォアボールを出しましたが、しかし、ピンチを断ち切っています。おー、見逃しの三振。三球三振です。ポイントになるゴメスをしっかりと断ち切りました。あ、いいところインコース投げましたね。外にカーブで空振り、インサイドのシュートでファールを打たせて、最後はインサイドのストレート。うん、遊び球なしですね。右の肩が落ちるんですよね。はい。で、下から行くという、そういう形じゃないですか。今ちょっと。外でした、シュートボール。空振り三振です。秋山さん、読み通りの配球でしたね。谷繁、の思ったところに投げましたね。これだけきっちり来てくれたらリードするキャッチャーもやりやすいでしょうね。大胆さという。もうまさに両軍のそのチームカラーで、両投手の今両コンビのですね、コンビのカラーがはっきり出ていますね。非常に面白い、ゲーム展開、投手戦になっています。さあ、打順は1番の上本に変わります。粘りました、2度の満塁を抑えた川上の打順でした。田島、先頭バッター鳥谷を見逃しの三振。そしてけども、はい、打ちにくさは健在ですね。スイングアウトの三振。依然福留、トンネルから脱することができません。まあ、福留はちょっと明日あたり休養した方がいいんじゃないですかね。そのぐらい内容悪いよね。まあ、完全ボールですよ。